食品明星チャルメラ、もやしが超絶うまい混ぜそば、にんにく醤油味、揚げ麺に粉末スープとにんにくペッパーがついています。麺は幅 3.5 ミリぐらいあって太く、厚みもあり、重量感がとても大きいです。角は尖っておらず、穏やかな舌触りです。ちょっとペトすく感じがありますが、欠点だとは思いません。一本一本が意志を持っているような自己主張の強い麺です。しっとりしていて、まるで最近のよくできたノンフライ麺のようですが、実際は揚げ麺です。4分茹ででも湯戻りは均一です。ふくうかでどっしりしたこの麺が製品の方向性を決定づけており、最大の存在価値だと思います。スープは醤油ベースで、鋭さのあるニンニクの匂いが全面に出ています。粉末なのでしっとり感はないものの、力強さがあります。繊細さはなく、やや単調ではありますが、元気の出る味です。唐辛子系の辛い刺激はありません。もやし用のニンニクペッパーはスープと同傾向の強い味や香りがして、もやしの量が指定通りでないとバランスを崩すだろうと思いました。かなりの強い味なので、いろいろな具をたくさん入れてもスープが負けることはないでしょう。ふてぶてしいほどの強引な麺とジャンキーっぽい味や香りがマッチしています。気合を入れたいときにいいでしょう。